厚底ブーツ厚底靴は靴の分類の一種。厚底靴の特徴として一般のハイヒールとは異なり、かかとだけでなくつま先にも厚みがあるということである。一般に日本国内で市販されているハイヒールの多くがヒール1 0トル以下のものが大半であるのに対し、1990年代後半の流行では1 5トル以上のものが多く市販された。 海外では20センチメートルを超えるヒールを持つ靴も販売されており、これらは日本国内であってもインターネット等を用いて購入することができる。古代ギリシアの劇場に登場する重要人物を目立たせるために使われた。その後は日本のオイランのように16世紀のベニスで高貴な生まれの男性や高級商婦を目立たせるのに使われた。18世紀のヨーロッパでは 裏道の泥や汚物を避けるのに履いていた。古代中国での強撃でも使われていた。満州の貴族が使っていた厚底靴のスタイルは1590年代のヨーロッパで流行した。オイランとその下駄に本における代表的な厚底靴として三枚場のオイラン下駄がある。18世紀中頃の京都島原発祥と言われ、江戸吉原にも伝わった。 遊郭の高級商婦であるオイランが用いた下駄である。黒塗りで非常に重く、オイランド王中で点灯するとその前の茶屋に上がって、そう振る舞いを行わなければならないなら足があり、点灯は最も弾べきこととされ、歩く練習が必要であった。1970年代のロンドンブーツの流行を経て1990年代、後半の厚底靴ブームを迎える。 このブームの立役者とも言えるのがアムロナミエである。この頃の厚底靴は、つま先からかかとまでのソールが一体になったタイプが主流であった。しかし、歩行の際に不安定な姿勢を強いられるため、捻挫や転倒による怪我人が続出した。遊園地のお化け屋敷などは、厚底靴を履いた入場者が驚いた表紙に、転倒する事故に悩まされていたという。また、 厚底靴を履いて車を運転し、ブレーキペダルを踏み切れないことが原因の交通事故も多発した。流行が去ると同時に、元より歩きにくい厚底靴は衰退し、靴底を削って薄くする靴修理店も現れた。現在、厚底靴はコスプレによく利用されている。これは足を長く見せるためやキャラクターの身長差を再現するためである。 また厚底のサンダルやブーツはレースクイーンやギャルにも見られる。ファッションではなく職務上の理由で厚底靴を使用する場合もある。例えば声優はマイクとの距離が声の質に大きく影響するため背の低い声優は厚底の靴を仕事用として収録現場に持っていきマイクと自分の口との距離を調整してから収録に臨む。これは 厚底靴が流行する以前から行われていたことである。ありがとうございます。